もう最短距離来ても何の問題もないわ。遠くにいるし。あとはの上に乗るかどうかが分かんないから、しばらくそれで飛ぶように飛ぶように頑張って飛ばしてくる。で、飛ぶ、あ、上に乗れるって思ったら、まあ、持ち帰るわけだけどね。あとは残り時間考えろよ。だから今の場合で言うと、何がもし悪いのかって言えば、遠いところからだからな。やっぱり誤差がでかくなるっていうところだよな。じゃあ近いといいのか、近いとターンが難しくなるしな。それを自分で見出していかないといけないわけだ。